4月8日の無能塾通信をお送りしています。インドがデジタル技術を駆使して力を発揮する方法、今日は6日目ですね。ナラエンドラモディは自国のデジタル公共インフラをインドの一帯一路イニシアティブとみなしている。インドハイデラバードの店でタコを振る、振り子が電話で話すと、これタコですね。これ6日目です。それにはリスクもある。ソフトウェアエンジニアの多い国というインドの評判は、特に発展途上国の間で強い。ハーバード大学でアフリカの技術について研究しているベレラニ・ジル氏は、あるケニアの政府高官がインドの技術研究所を絶賛していたことを思い出す。しかし、DPI 技術は信頼性に欠けることもある。アダーはインターネットの接続が悪い場所や、手作業労働者が指パッドを装着している場所ではうまく機能していない。またこのシステムはセキュリティ侵害にも悩まされている。専門家によれば、偽の証明書やなりすましの指紋でアクセスするのは非常に簡単だという。あるアナリストによれば、インドのテクノロジーオファーは多くのナンセンスを含んでいるという。このような問題はインドのデジタルパワーの誇示を裏目に出す可能性がある。特にアフリカやその他の地域ではインドの意図が不透明であるためだ。ジリ氏は言う。インドはアフリカ大陸で人々が判断を下すのに十分なことをしていない。その意味でモディ政権が続けている多元主義と民主主義制度への攻撃は反感を買いかねない。 DPI のインドでの成功も議論がないわけではない。政府は UPI アプリに消費者や企業への手数料を課しておらず、ビザやマスターカードといったライバルよりも優位に立っている。アダーは任意であるはずだったが、それなしでは機能しにくい。インドのテクノロジーはビシュワグルの権威主義の高まりによって、世界の教師ビシュワグル権威主義の高まりによって、このような形で汚染される可能性がある。しかし信頼と国家の効率性は相対的なものである。インドの評判はアメリカや中国よりもグローバルサウスでははるかに良い。またそのデジタル技術はたとえ不具合があったとしても、ほとんどの発展途上国で運営されているアナログ国家に比べれば大きな進歩である。インドのデジタル技術の進歩がその証拠だ。多くの貧しい国々が自国に有利になるように、これを見習いたいと思うだろう。そしてインドにも有利になるように。ということで、今日最終回かな。まあ実際にそのアダーがほとんど適用できるけれども、まあ、インターネットがうまくつながらないところでは当然のことなら問題あるわけですよね。それからあとセキュリティにも結構甘いところがあるというふうなことを言ってます。それからあとインド自身がですね、今の民主主義制度とか、あとイスラム教徒への迫害とか、まあ、そういうふうな視点もある、そういうような論点があるんで、反感を買う可能性もあるというようなことも言ってますね。でただインド政府はですね、ソフトに手数料を取らないので、そういう意味で有利だし、それから グローバルサウスの各国家にしてみればアナログ国家がほとんどなので、そういう意味ではこのデジタル技術を導入することによって大きな進歩を得られるだろうというふうなことをここで言ってますね。